まあ、幸福な人生といいますか、人とうまくいかなくて苦しんでいる人が多いんですが、まあ、そのうちのこのサラリーマン編でですね、一つテニスの原理というものをちょっと、書いてみました。テニスの試合を見てますとですね、私も自分自身もテニスやるんですが、ラインギリギリの際どいボールを打てば打つほど勝つんですよね、あのゲームは。特に一流選手の場合はですね、まあ、ラインのまあ大体10センチぐらい内側を狙って、まあ、非常に鋭いショットを打つと、まあ、そうしないとなかなか勝ち切ることができないんですね。だからまあたびたびライン上にボールが行くもんですから、判定で揉めると、まあ、こういうことなんですね。でここで面白い現象が起こるんですよ。判定の時ですね、自分に有利な判定に文句をつけている選手を見たことがないんですよ。つまり自分が打ったボールが入ったと、あ入ったいや出たと出たあいや入ったと入ったけども、いや今のは出たと、審判が入ったと言ってセーフって言って、いや今のは出ましたという選手はいないんですね。つまり、私が今ちょっと言い間違ったのはなぜかって、いつもですね、選手というのは必ず自分に不利な判定だけに文句をつけてるんですよ。これおかしいんですよね。スポーツというのはフェアプレーですからね。自分が打った相手が打ったにかかわらずですよ、判定そのものにもし異議があれば異議を唱えなきゃいけないんですが、まあ、スポーツはもちろんテニスばかりなく野球も何でもそうなんですけどね、ピッチャーが投げたと、でそれを、審判がストライクってコールしたと、そしたら審判ピッチャーはですね、いや今のはストライクじゃない、これはボールなんだと、ね、いうふうに言うことはないんですよ。今のはボールだって文句言うのはバッターの方、つまり自分に有利な方なんですね。つまりあんなにスポーツがフェアプレーで、フェアプレーのような顔をしてスポーツもやってますけども、まあ自分に有利になるように異議を唱えるんであればですね、まあフェアプレー言うんだったらスポーツやめた方がいいんじゃないのっていうことになるんですよね。おかしなもんですね。だけどそれはもうここでそんなこと言うとですね、武田は何言ってんだというふうに言うかもしれませんが、まあもうスポーツの原理原則ですよね。スポーツはフェアプレーでと言いながら、判定については自分に有利なことだけ文句言うと、有利な方向に文句言うと、相手も自分も同じ土俵で同じ判定でやらなきゃいけないんですからね。だから当然なんですけども、まあ人間とはそういうもんですね。でなぜスポーツですらですね、自分に有利になるようにクレームをつけて、それも相手と大体見方が違うんですね。例えば、テニスでしたら打たれた方は出たと言い、打った方は入ってると言うっていう、そういう風になるんですね。でこれはもう非常にはっきりしてて、皆さんももちろんバカなこと言うなと、そんなこと分かりきってじゃないかと言うかもしれないんですけど、これが実は分かってないんですよ。人間はですね、自分がやったことは他人が見るよりも自分に有利に見えるっていうことなんですね。自分がやったことは他人よりか優れてると思ったりですね、それから自分と他人が全く同じことをやりますとね、会社の中なんかで、自分はこんなにやったのになんで俺の方が上じゃないのかと、評価されないんだと、まあ、こういうふうにですね必ず思うんですよ。でこのことを知っているっていうことがすごく重要なんですね。要するに自分は自分に甘いんだと、だから自分はいつも評価されてないと不満に思うはずなんだっていうことですね。会社でまあ不満を持ってる人がなんか話してるのを聞きますとですね、大抵はですね、俺はあんなにしっかりやったのになぜ評価されてないんだと、まあいうことで、人よりも自分が損してるんだと、こう怒ってる場合が多いんですよね。これテニスと同じように逆っていうのがあまりないんですよ。僕は長い人生でそういうことで怒ってる人いませんでしたね。私と彼とはほとんど同じことをやった、なんで彼の方が評価されないんだって怒ってるって人はいないんですよね。自分が評価されないって怒ってるんですよ。いやーなんかまあ不思議なことですね。だけれどもまあ世の中も会社生活もスポーツも全部この原理が当てはまってるんですね。だから人間は不満になります。しかしですね、そんなこともわからないでは成果もわからないだろうって少し厳しいこと書いたんですが、つまりこう世の中で評価されるっていうことは、その世の中で起こっていることを正確に判断ができるっていうことですよね。自分からちょっと離れて、でそうなりますとね、
自分自身は少し損をしていると感じるのが普通の状態で、それが公平だということになるわけですね。これ私が気がついたのはいつ頃かって言いますとね、まあ入社した時に若干気がついたんですが、まあやっぱり本当に気がついたのは30代でしたね。30代の時に僕は会社生活を10年ぐらい送ってですね、あれこれはやっぱり例えば学校ですとね、成績がつきますから、まあ、自分の点数が75点、相手が70点とか80点とかいうような感じでですね、まあ、具体的に出ますから、まだちょっとはいいし、点数つける人が、まあ何だって先生ですからね、まあ自分は75点かと思って納得するんですが、まあ、会社に入りますとね、まあ、自分の上司は必ずしも尊敬できないような人が上司にいたり、それから周りはもちろんそうですよね。ですから、それがなんか自分が不当に評価されてるんではないかと常に思うんですよ。ああ、なるほど、そういう原理があるんだなと思いましたね。だから私は、よっぽど他人よりも優れたことをやったと自分で思う状態が同じぐらいなんだろうなと、こういうふうに思うようになりました。で、私も心の中から不満が消えていきましたね。やっぱり人間っていうのは表面的に理解しただけではダメで、心の底から分かんなきゃいけない。このことが分かりますとね、まあ、不満のほぼ6割程度は消えると書いたんですが、いや実はこの今日は人とうまくいかない、まあ、一番なんでですね、テニスの原理ということで、どうしても人間は自分のやったことが他人より優れていると思うと、まあ、同じことやった場合ですね。それからそれはテニスプレーヤーで、球を打った方は入ってるといい、打たれた方は出てるというという、常にスポーツのような公共の目が見ててね、まあ時には1万人とか2万人の人の目が見てる中でも、やっぱり選手は自分に有利なことを主張する、まあ、この原理がですね、私たちの世の中にあるんだと、人間にはあるんだということが本当に心の中から分かりますとね、スーッと不満が消えていきます。ああ、あれもそうだったのか、これもそうだったのかと、まあ、いうふうになりますのでね、それは結局自分の人生のためになりますね。まあ、自分の人生が楽しくなるわけですから、不満が減るわけですからね、まあ、それだけ前向きになりますし、毎日の生活も楽しくなります。テニスの原理、これをちょっと私今日書いてみました。